3月、卒業シーズンにぴったりの私たちの歌を聴いてください。はい、卒業さよならは言えない。
身のトモヨです。よろしくお願いします。イエーイトモヨはい、沖縄出身のアイです。よろしくお願いします。今日はなんとこの素敵なイベントに素敵なスペシャルゲストが鹿児島から来てくれております。ファンの皆様お楽しみだと思います。鹿児島で大人気のヒーロー薩摩原始早太郎登場です。皆さんこちらご覧ください。あれこれ早太の歌じゃない。これ早太じゃないね。我こそは狐一族の守護神ヤッセンボーなるぞ。いつもいつもハヤトばっかり呼び寄ってボディーをちょっと袖で待っておれ。ここからは我の PR タイムじゃ。わざわざ鹿児島から来たのは他でもない、我もダンディーで雅な魅力を知ってもらうためじゃ。ということでそなたらに触れてやるのはこれじゃ。ヤッセンボウスチール、これをそなたらに貼り付けてくれ。ヤッセンボウ、すなわち弱虫腰抜けダメなやつのレッテルを貼られ、皆の笑い者となり下がるがよ。どれわーいもやっせん、わーいもやっせん、ひといもひといもみなやっせん。標準語で言うとお前もダメ、お前もダメ、どいつもこいつもみんなダメ。この音は山が燃え、鳥が舞い、雲は流れ、波はしぶく。よったか。剣を心に歩む道、たぎる薩摩の風が吹く。薩摩剣士隼人、剣士隼人、山だけすんなら容赦はせん。行くぞキュー。よし、旅行ってきたろう。何が旅行ってきたろうじゃ。今日は鹿児島弁は禁止じゃ。ほいな隼人。ようわからんどん、和解もした。今日もよか立ち会いをしもぞ。無人剣十字もある。待て待て、言うたそばから鹿児島弁、大体何が無人剣十字丸じゃ。そのような刃も持たぬような妙な刀で我に勝てると思っておるのか。1億万年早いわ。おいの剣は相手を倒すための剣じゃなか。互いの魂をぶつけ合い分かり合うための剣じゃって、相手が怪我をせんように刃は中とじゃ。おれ五尺な、魂すなわち魂を込めた剣というわけか。じゃがそんなもの我の武器ではないわ。行くぞ。おうキャもらおうか、一魂の力とやらを。無人剣十字丸。
思いよか立ち会いじゃった。でもやったさ。だから鹿児島弁は禁止と申しておろうが、おやっとさとはお疲れ様という意味の挨拶の言葉なのじゃ。はやと、我がそなたの鹿児島弁をわざわざ解説してやったのじゃ。感謝いたせよ。ありがとう下げます。ほれまた鹿児島弁、ありがとう下げますはありがとうございますじゃ。なんで我がいちいち通訳してやらねばならんのじゃ。すんもはん、すんもはんはすみません。ねえ、もうそなたとはやっておれるわ。薩摩剣士隼人、覚えておれよ。おお、よか立ち会いじゃった。おやっとさ。改めまして会場の皆さん、おやっとさ。薩摩剣士隼人と申します。初めてお会いした方もいることと思いますので、自己紹介をさせてくれ。カゴンマでは当たり前のカゴンマ弁じゃったの。皆さんにも分かるようにカゴンマの方言を省いて話しすってな。本土最南端の鹿児島県、離島を含むと南北600km、自然も特産品も豊か。さつまいも、黒豚、焼酎、黒酢、さつま焼き、大島紬、さつま切子、あげればきりがない素晴らしい鹿児島に住んでおります。ちやっぱり調子が出らんど。いつもつこなれちょい言葉がよか。はやと、まだ喋っておったのか。ロディよ、続きはそなたらに任すぞ。そいなら、お二人さん、曲紹介を。はーい、皆さん、薩摩剣士はやとと安千穂に大きな大きな拍手をよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。来てくれました、ありがとうございます。最後までこのステージに残ってくれるそうなので、皆さん最後まで楽しんでってください。そして私たちの歌は、はい、4月から始まります薩摩剣士隼人の新しい番組のオープニングテーマに次の曲が決定いたしました。そんな歌を皆さんにお届けしたいと思います。皆さんが今日一日、そして一年ハッピーでありますように、聴いてください。ハロー、
ございました。ブギーのお二人、そして薩摩剣士のお二人でした。皆さん大きな拍手を改めてお願いします。はい、ありがとうございました。隼人さんとお名前は？ヤッセンボ。ありがとうございます。はい、じゃあお元気で気をつけて鹿児島まで帰ってくださいね。はい、薩摩剣士のお二人はですね